授業中立っても気づかれなかったりして、うん、やらないよ。ほっぺ膨らませてもダメだからね。怒ってる？心当たりない？正直全くないけど。どうぞ。何の真似？ごめんなさい。ちょっと手貸して。え、いや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 、ちょ、ま、久保さん、やっぱり冷たい。いや全然、1分とか2分とか。白石くんのプレゼント選び、やり直したいかも。5色の主人公って書いた T シャツ、これ着たら目立つかなって。ごめん。もらえただけで嬉しいよ。ああ、選んでくれたものが嫌なわけじゃなくて。できた。お、どれどれ。何このダークマター。なぎさ、これを人にあげるのはお姉ちゃんおすすめしないかな。ん、そんなに手作りであげたい人がいるんだ。友達にあげるだけだし。わかりやすい、わかりやすすぎるぞ妹よ。一緒のやつ作るんでしょ。お姉ちゃんの見ながら作ればうまくできる気がするな。お姉ちゃん、そこのバター取って。どうぞ。うん、やっぱお姉ちゃん天才、上手。私のちょっといびつ。そんなことな。え？い。お姉ちゃんのそういうところが嫌い。私は可愛い渚が大好きよ。あの、ありがとう。危なかった。運動も勉強もルックスも秀でているわけでもないのに、なんで、うん、確かにタマが知ってる白石くんはそうなのかもしれないけど、白石くんが悪く言われるの嫌だな。そんなつもりじゃなくて。それはわかってる。ちょっと強く言いすぎたね。内緒。独占とかものじゃあるまいし。じゃあ白石が他の女の子と話してたらどう？女の子と話す、これはひょっとして。この可愛い顔はもうちょっと私たちで独占してよっか。賛成。